では聞いてください。アコーディオン弾き。街の女のマリア、綺麗だった。お得意の客もいて、見ついでくれた。客が帰った後は、今度はマリア。遊びに行く晩さ、彼のところへ。松江のホールへ、出かけて行く。小柄な男でアコーディオン弾き、彼が弾くジャバに耳を傾け、踊り場には目もくれないで、情を込めてその目は見つめる。彼が熱演する姿、彼の素敵な指の動きに、胸も手も足も体もしびれて歌いたくなる。まったくこの邪魔ときたら、街の女のマリア寂しかった。アコーディオン弾きは兵隊へ行った。彼が帰ってきたらお店を持とうと、二人きりで働く可愛いお店を。毎晩彼は微笑みながら、マリーのためにジャバを弾くのさ。そっとジャバを口ずさめば、彼が目に浮かぶ。情を込めてその目は見つめる。彼が熱演する姿、彼の素敵な指の動きに、胸も手も足も体もしびれて歌いたくなる。まったくこの邪魔ときたら、街の女のマリア一人ぼっち。若い女たちはじろりと睨むし、男は誰も声もかけない。焦れば焦るほど悪くなるだけ。死んでしまった。アコーディオン弾き、それでもくたびれた足はあのホール。彼が帰ってきた、彼の素敵な指の動きに、胸も手も足も体もしびれて踊りたくなる。みんな忘れるために、やめてその茶葉を、やめて。